どうもタブヤンです。麻雀大会ナムコット麻雀3続きプレイしていきたいと思います。前回浮田圭三を倒しました。さあ今回は歌舞伎、ふざけたやつですね。職業レコード屋、18歳、年齢不詳ですね。やっていきましょう。ルールは前回と同じで、ちょっとマッチ表示ありにしてみましょうかね。これでいこう。食いたんなしが私の特徴でございます。さあ二人打ち麻雀楽しんでいこう。歌舞伎、さあどんな打ち手なんでしょうか。あ、これ本一狙う、なんか本一っぽいね。ピンズの本一、ドラは2万。おー、もう決め打ちしちゃう微妙だな。もうちょっとでもやめとくか、決め打ちやめとこう。あー、パッソ、決め打ちやめるか。おっと、でも伸びてくるね。ペイは残しておいて、おっとっと、これは嘘も切って、ちょっとピンズが呼んでるか。わあ、すまん、微妙。ウーパーマンがね先に来ると、あー、すまん。やつはどんな打ち手なんでしょうね。あー、これはちょっと上がり優先の方がいいかな。どうしよう、もう行っちゃえ行っちゃった。お、ウーピンあんこ。なんだこれ。あら、まこれパーピン切ってスーアンコーリーチどうしよう。7、スワンコだね。リーチするかも。はい、 なぜ止まる。なぜ動かない。ああ、待ちを考えてたのかなコンピューターが。リーピンペー待ち。あ、自動じゃないんだね。おお、来たー。Eピン来ました。上がってしまうというねリーチトイトイ、3アンコ本一、数アンコ待たないのかよあ、まだ終わらないね。そうか、仕留めるまではいかなかったね。あっぱれあっぱれ。そうでしょ。あ、スーアンコ行けよっていうクレームが出そうだけどね。上がりました、十分でしょう、勝つためにはね。さあ、白髪チュンがドラ。もう何でもいいから上がりゃ仕留めれるよねこれ。おっと、今回は早く終わりそうだよあ、どうしようこれ。ウーピン切る。どうなんだろうな、わからん。9万キロ、1234、なんか伸びそうだ、ソーズが伸びそうだ。あっと、切っとくか。1234、ピン切ってしまうのか。1234、一応両面にして、233か。パーピンの方切ろうか。あ、56来たね。どう
しよっかな。56。あー、もうツモダマですか。わー、なに、ツモタンヤオ3アンコ高いな、おい8000点。まあ親じゃなかったからよかったけど、やるな、やつもあんこ尽くしですね、お互い。これで勝ったじゃろ。いやいや、負けとるだろそれはちょっと大げさだよ。いや、激しい打ち合いですね。トン2曲、ドラはシャー、リャンソーあんこ、トイツ3つありますね。9層がでも1枚捨てられた。おお、どうしようこれ。2、3、4、5、5。6、7切る。いや、9層切ろうか。あらま、9層4、5って切られたね。スーピン、イーベコーしたいけど、ウーピン、スーピン切っていくな。ピンズはいらないのか、あいつ。あ、ドラ来ちゃったよ。どうするこれ。スーピンがいるんだよね。スーピン決め打ちか。これ上がれなさそうだな。あ、ポンだってさ。なんなんだあいつは。おっと、リャンゾーもう勘しちゃおうか。勘。あらまあ、ドラいらねえな。しよっか。これもなんか問い通番になってきたね。迷うねこれ。ドラ残しとくか。うそー、そっち来るか。問い通番あんこばっていうか、そんな感じだね。ほら、ローマンも来る。ひえーって感じだな。あー、ローマンなくなった。ローマンなくなった。ウーパーソーにかけるね。もうウーパーソー、ウーパーソーさん。スーピンがでも来なさそうだよな。これ上がれなさそうだな。スーソー現物。あー、ダメだね。ノーテン。缶いらなかったかな。あいつも脳天か。よし、トン3曲。なかなか一撃で仕留めるのは難しくなってきたな。ドラはいいピン1枚ありますよ。これチュンポンしたいね。スーピン初切っていこうかな。9万、9ピン切って、6ピン。どうしよう、1枚ウーマン切るか。あらまあ、またローソー来なさそうだなこれローソー来ない感じだね。もうドラ切るか。揃わんねー、あと1枚が。初2枚目、チューン捨ててもくれないしね。チューンのみであいつの親を流したいんだけどな。厳しい。おー、456そっち来たか。456
の三式狙ってる場合じゃないんだけどね、今さら。チューン切っていく？おお、シーソーあんこ。おお、ウソあんこ。4号9番切っていくか。これもう上がれないな。あー残念。最後テンパイはどうだ。あーダメだ。あいつ脳天、あでも脳天親流れのルールだからテンパイでも脳流れるのか。テンパイの場合はさすがに流局しないか。もう一回かやるな。あやっぱテンパイでも流れましたね。そういうルールだね。もう流局だと親は流れると。おっとこれ国士無双。おっと第一相撲がチューン。どうしようこれ国士。とりあえず想像きとくか。ドラはパーピン。うえーどっちかなこれ。難しいな。ワンズかピンズか本一もありだよね。あーもうピンズにしよう。あーナンはもう一枚欲しいな。あいつ自敗整理していきやがるな。おピンズ来ましたぜ。ここはチーかな。あーチー。ペイ切っとくか。あでもナン1枚切れてるからな。あトンにしようか。トン1枚切れてるから。おわチューン。まあ、関しても意味ないか。つもしよう。ああ残念。さあピンズ来てくれピンズ。ああ来ないね。こういう時は来ないよね。お来た。ここはナンかな。ナンがもう3枚切れ。ハクハクか。1枚切れ。ペイハクにしとこう。あポンですね。ポンポンが右ボタンとかいうのをもう覚えてるんだよね。ファミリーマージャンが好きなんで。右がポンで左がチーだったっけ。上がリーチ下がカンなんですよね。どっちにしようかな。ペイにしよう。ウーピン。あキューピン。どっちかな。ヤンピン初。もう転売できないか。おできた。転売できましたよ。サブローピン振り手もないですよ。サブローピンカモン。あいつ3ローピン切ってるね。あー残念。転売までは来たけどね。効果音がそう言ってるの。ティロリ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 。転売までは来たけどね。この流局してからなんか5秒ぐらいかかるよね。その間喋ってないといけないという。いけないって別に。はい難入しましたね。さあトーン1曲で2回目の親ですね。トーン1曲でね決めましたから、もう1回決めようか。やはりスワンコで決めとかないとね、結果負けるっていう可能性もあるからね。怖いな。ドラはなんかトンが1枚ドラ表示牌で使われてるから次トン出たらポンかな。もうんー1,2,3,5,5 あとはマンズか。マンズで。あーもうポンしようか。ポンでどうしたらいいんだ。3,5,7 全然揃ってないな。
残しとく。あ、違うか、イーマン切った方がよかったな。ちゃんと、あ、オッケー、これでよし、形が良くなった結果オーライ。あー、チーね、456でチーで、どうする。ローマンか、数万2枚切れてるからこっちだね、ローマンだね。パーマンが来てくれたらね、老朽マン待ちになるけど。あら、まあ真ん中来ましたか。振り手になるからな。ローマン待ち、ロマンですね、ロマン。あ、ドラだおっと、9万ロマン来い、ロマン待ち。あー、サブロマン待ちで振り点か。あー、このままにしとくか。で、3万来たりしてね。来ない、残念、また上がれず。結局トン一曲から上がれずじまい。くそー。あー、ロマン、私のロマンが止められている。ウーパーピン待ちか。あれ、今点数増えなかった？2人とも転敗だったらあれか、プラスにならないとおかしなルールだね残り2人いるはずなんだけどな。 OK、 ドラはローマン、マンズがいい形ですね。どうしよう。お、1233増揃いましたよ。これで2メンツ。おっと、あんこ、あんこか。111、どうしよう。嘘を切ってもいいし、ウーピン切ってもいいし。嘘、あ、ドラのローマン来てほしいね。ここは老朽マン来てほしいな。できればドラ、誰しもが憧れるドラですよ。あー、ドラじゃない方リーチするか。ドラ来たらでも買えない、買いたいんだけどな。リーチ、サブローピン待ち。はい、サブローピン待ち。おお、追っかけリーチ。あ、勘したらよかった、しまったー操作ミス。勘したら裏ドラ乗ってたかもしれないよね。あいつぜローピン切ってるよね。ローピン詰まったら私のもんだぞ、あいつ。ん、ロンか、ロンだってさ。うわー、本一かー、でかいなー。リーチ、イーペコ、一通、本一、ドライチ、バイマンですかーやるじゃないかー。あ、逆転された、うっそなんだこいつ、強い。やっぱり数アンコを狙っとけばよかったっていうオチかこれ。なん、3曲、そしてやつの歌舞伎野郎の親か。ここは流さないとね。ドラはいいそう。マジか、2人目から強いな、もう。まずいね、これ。この状況。マンズで一メンツできております。今残しててよかったか。キューピン先切ったらよかったね。あー、ドラ来ちゃったけどな。残しとく。ローピン、あんこ、これで
ドラもう一枚来てほしいね。イソをジャン島にしたいよね。おっとこっちがジャン島。ドラまだ残す。これローソー来てほしいね。ローソー来て三面ちゃん待ちだ。ドラギリーチですよね。ドラギリーチって言いたいだけなんだけどね。あ、1、2、3って揃ってる。あ、ダマでツモ？わ、鎮逸だって。何この強さ。親のバイマン？箱負けかこれ。ちょっと極端すぎない？マジか。大逆転負け。打ち取ったりって言われた歌舞伎野郎に、10代の歌舞伎野郎に打ち取られました。次回リベンジしたいと思います。それではまた、さよなら。